さあ5校になりました。ガールズ決勝の発走です。さあまずは6番車の成田かなえが前取りへと出ました。5番の吉岡しおりが2番手、そして3番車の大久保佳林が3番手、前3人から少し距離ありまして2番の山原さくら、1番の南まどかが初手で山原を追っていくようで、7番の田口しのは6番手、最後尾4番の中島さとみで落ち着きますでしょうか。7番の田口が6番手から車を進めました。1車2車と上げていきます。4番の中島も車を上げました。4番手7番の田口、そして5番手4番の中島と入りまして、2番の山原は6番手、最後尾1番の南の一本棒です。さあ2周回目入ったところ、2番の山原が車を進めます。初手のポジション流動的。さあ4番の中島が車を引きません。2番の山原は6番手に車を戻します。2コーナーを回っていきます。2周回目、その2番人気の山原さくら、子孫じることなくこの軌道型を追い決勝戦人気に応えることとなりますでしょうか。前を取ったのは6番の成田、そして5番の吉岡が初手のポジション2番手、心持ち車間を取っているか。3番の大久保佳林は3番手、7番の田口が大久保の後ろにいて、4番の中島は5番手で少し距離を取っている。2番の山原、まずはライバルたちの動きをここは落ち着いて見ながら仕掛ける、そのタイミングを図るんでしょうか。赤番周回入りました。1コーナーは回っていきます。さあ2番手5番の吉岡が前と車間を切っていますが、動いていくのは4番の中島です。中島は上昇、2番の大久保がそこを追っていきます。1番の南は2番の山原マークで、さあバックジャンガーなりましてペーサー対比、前に上がった4番の中島、6番の成田はその後ろすっと入りまして、5番車の吉岡が3番手のインアウト、2番の山原、そして1番の南が山原の後ろ従いまして、3番の大久保はその内で、最後尾7番の田口最終周回。1コーナー、さあ逃げる4番の中島、仕掛けていきます。2番の山原さくらのスピード、そこに1番の南が追走する。2コーナーからバックへ向かっていく。さあ2番の山原が前に立ちまして、バック線から3コーナー、1番の南が2人と続いていく。7番の田口がその後ろ、1番の南の後ろ3番手、1番の南が外踏むも、さあ2番の山原踏み直していく。2番の山原さくら佐藤バンク完全優勝。第10レース LQ ガールズの決勝戦、危なげなく、そしてスピードにしっかり乗せていきました。2番の山原さくら、1番の南まどかピタリと続いて、そして外踏み追い込むも踏み直して2番の山原さくらが押し切ってみせました。7番の田口が道中1番の南の後ろを追っていまして、そのまま流れ込んでの3着入線。2番の山原さくら、この入線順通り着決定いたしますと、佐世保の優勝は実に8年ぶりの完全 V と相なりますか。2番1番7番の入線順決定、またしばらくお待ちください。第10レースガールズ決勝でした。